リバウンドは青森です。セカンドチャンス、15番打ちからさあ攻めていくモンゴメリー、これ決まった。間を取りますね、長川ジャンパー狙う、決めた柳川。さあ再び10得点になっています。21番田原ボールをキープしている、そのままシュートに行った、これ決めた。柳川スリーだ。ボールしたね、ちょっとディフェンスに当たったようにも見えたんですけども、はい、抜いていく、ジャックシュート、取り返すですよね、右手で右側に出すんですけども、いいパスでしたね。ゴールセカブロックする、得点が取れそうなんですけどね、はい、ビーボールになったがまだキープしている、イージェイモンゴメリー、デイビスまだボールをキープしている。さあ中に入っていく、ファールがあった、外から打つ、リバウンド青森、アレックス強引に決めた。いやーナイスシュートですね、アレックス・デイビス。インサイドヘッダー、ジャックシュート、22番マックスに捧げ。第4クォーターに入っても止まりません、青森ワッツ。さあがぜん苦しくなってきました、山形ワイバンズ、山形ボールになった、いやー今のシュート村上、あー見せかけた、叩き込む。ここで7番 EJ モンゴメリー選手が入ってきました、エンドラインからスローイン、山形ボールです。スリーポイントなんじゃないですか、フロントコート選択の山形、あー見せかけた、ディフェンスが当たりましたね、ダメ押しです、青森ワッツ。いや声をかけてくれると今のようなミスにはならないですよね、はい、スリーポイント、ベンズベル74対82、鈴木大試合終了です、青森は見事プレーオフ進出決定。